はい、こんばんは。ちょっと遅れて申し訳ないです。ケーキいただいていきます。ケーキを送ってくださった方がおられまして、ありがとうございます。そちらの方の分からいただいていこうと思います。で、猫日記として残しますし、またそちらの方を編集したものは、そうですね、1週間またできるやろうかな。これ食べるのあるな。お正月にそちらの動画を、まあ僕から見たらこんな感じでしたよっていうのを出したいと思います。コメントは今回見ていきますけども、ちょっといろいろと見るところがあるのですぐに返事できない場合があります。なのでそういった場合は何回か、質問のところに入れてください。で、僕はコスプレとか何もしてないです。ちょっとごめんね。これもう噛むな、危ないでしょ。見てもあ、見てるね。じゃ、いただいたものから開けていきます。お前ら紐噛むから、これ食べないの、ね、これよし、開けてまうもうね、開けてまう、開けてまう、食べようとするから。
さて、ちょっとごめんね。ちょっと、どいてば。ちょっとどいて。あ、ちょっとこうか。ちょっとごめん。はい、どいて。ちょっとこれ、この上には何もないで。あ、ごめん、破れる。破れるから、ちょっと、ごめん。うん、破れる。これ、紙やから。そうだ。少しお待ちください。記念写真撮っておきますので、ね。あれ。あいだい。はい、マヤちゃんもおいで。写真撮っとこうね。こっちおいで。マヤ。
ミミもおいで。クロもおいで。入るかな。入るかな。うん、そこがええな。まや、あ、ちょっと待って、ミケ。ミケはここがええ。まや、こう向きになってくれる？うん、うん、そう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 、いいね。いいね、ここ入ってこないで。入ってこないで、ここ。ルカでね、ここ入ってこないでよ。入ってこないで。入ってこないで。ほら。押さないで、少しないで。これを入らないで。うん、耳もおいで。ちょっと待って。ごめんね。見て。耳、黒、おいで。もう俺の近くは燃えて、ケーキの近くに置きなさい。乗れ、お前は晴れ。ね、そうそうそう、いい感じ。これもうちょっとこっち入るの、枠に入ってきてないのか。シビもおいでよ。シビちょっとここ入って、うん、いらんのおいで。もうシビそこのおいでよ。ちょっとだけもういい。ミケ、ちょっとだけミケだけでもいいわ。ワオ。何やってんの？ワオ。ミケ、ミケ、ミケ。こっち、おいで。私のはこっち、猫部屋のやつで、私のいいやつが。
といて、ちょっとペパごめん頭入っちゃう。じゃあ、隣の部屋にも用意してますんで説明書を見るとこれは金具ついてるみたいですので、ちょっとごめんね金具ついてるみたいなので、一旦切ってから持ってきます。もう隣の部屋に、全て用意しましたんで、時間ちょっと時間をもらいますけど、この間猫日記でも見て、猫日記の動画、何でもうちの動画一つよろしくお願いします。ちょっと切りに行ってきますんで、隣の部屋にカットをして、猫たちに渡す小っちゃい入れ物じゃなくて木のお皿に、持っていこうかなって思ってます。なので少し離れます。一口サイズに原型はもうこんな感じですので、覚えていただいて、猫の多分こんぐらいになると思うんです。でもう解凍したので2日ほどしか持たないそうです。で再解凍で1ヶ月後とかっていうのは無理みたいなので、もう今日明日で食べきれなければ、廃棄、お腹壊すよりかは廃棄っていうことになってしまいますので、ねえ、愛様、ケーキありがとうございます。本来なら別動画で、撮る予定が、予定でしたけども、撮ってましたけども、今まで今回ライブということで今回猫日記の方に一緒にまとめさせていただきます。そちらの方からいただいていきます。よし、切っていこうね。味噌のせてね、ちなみに入っている成分とかは海藻をねちょっと使ってるみたいで柔らかい、そうはい、こっち側のいただいたところは動物愛護管理士、愛玩動物管理士、それと看護管理、看護師、なんか動物の栄養なんとかし、いろんなそういった資格を持たれての方がオーダーで作られてる
ケーキですので、まあ、全てに対してねアレルギーが絶対ないっていうことはまずありませんけども、全ての子に対してね、一般的に言われている猫に対してのアレルギー、人間よりは食べてはいけないものは全部取り除いてくれてますので、はい。それではあれです、少し、切り分けてきますので少々お待ちください。愛はイニシャルの愛です。愛玩動物使用管理士、ああなるほど、そうやったかもしれないです、うん、大丈夫、前切ってくるだけやからぐらいかな。あ、10万人の盾、ああ盾頼んでないです、ごめんなさい、何の連絡もまだ来てないんで、そうですね、連絡、明日必ず、明日はい、連絡入れてみます。そうや、10万人の盾忘れとった、すいません、申し訳ないです。これぐらいかな、じゃあちょっと行ってきます。見てあかんで、今回はこっち側に置いて、向こう緊急のナイフとか何本か用意しておいたらついてこないでね。はい、どうぞ。待ちない。危ないでしょ。調子に乗るなよ。見て、クロ。お前たちはこっちへ行くんだな。お前たちはこっちへ戻れ。お前たちはそっち。こっちは前たちだ。
ね。ちょっと見る横から、うん、カメラのことも一周しよう、そろそろ。いや。
おお、お前ちょっと上で不安になったな、クロちゃん。いい匂いだ。メルはメルお風呂入ってないからだ。すべすべ。いい匂いだ、クロちゃん。やらかくなったな、クロちゃん。やらかいね。
作ろうかな。黒の抱き枕は一番ちょうどいいから。布合わせて。いいもの入れてあげるぐらいな。
片付けるんかよ。こっち側のおやつ食べてよ。散らかったおやつ、カーペットの上のやつと。
んだ、もうちょっと小さくか。いけそうやな。時計がどう？お前の逃げ向こう行かないよ。何時や？逃げ行かないか。はい、
節第2章を撮りたいな。何ですかそれ。キャットタワーの商品紹介ページで、すみません、アドレスを私のダイレクトメールに送ってもらえますか。申し訳ないです。闇、闇屋の祭り屋さん、祭りさん、すみません。すいませんけど、ツイッターの方に、お願いします。ダイレクトメール。相手の方のその動画のアドレス教えてください。すみません、よろしくお願いいたします。お前らと一皿になったな。
取れば取れて。醤油をつけた。千葉県大九州九州攻めてるから。あかんねん、見て。
勝手にね、人のもん使われたらこっちにしたらちょっとたまりませんので、もううちはこういう場合は赤字だろうが何だろうが、もうとことんまで相手の方が分かるまで、全て、行政の方のにお任せするので、今回も同じようにやっていきたいなと思います。後で金はどないでもできますし、ね、まあ謝罪があればあれですけどね、まあ少しぐらいは考えたりはしますけど、基本的にはあの甘くないんで、ん？楽園の他のショップも？楽天？あ、そうなんですか。それちょっと全部出してもらえますか。もううちの、うちで全部裁判、全て起こします。基本的にうち裁判得意なんで、ね、舐めてるでしょ。だからクリエイターって伸びていかないんですよ。何でも何でもパクるからオリジナルティーがなくなって、うん、ではすいませんけど、ここで商売やってたっていうとこは言ってもらえますか。これがあったからその商売うまいこと言ったんやろお前らっていうことで俺詰めていきますんで、そっちの方が得意やし。ちょっとルカコロコロ取って、これはもうな、どうですかね、販売事がもしかしたら一緒なんかもしれないですね。私のところは基本的に Twitter とかこういう、YouTube のなんて言うんですか、YouTube のなんだろう、あれなんて言うんですかね、顔じゃないですけど丸っこいの、丸っこいのって何っていうんですかね、ツイッターの丸っこいのとか、まあそういうところは個人の範囲で使っていただけるんであればもう全然使ってもらっていいんです。個人の範囲でやるんであればね、何かそれを加工して誰かに売るとか、そんなになりましたら徹底的にこちらも、いろいろとやらせていただきますけど、それ以外は自由に個人の範囲でやられる分には自由にしていただいてもいいんです。ただ今回はね、その連絡もなく、なんていうんですかね、自分のところで我がんところでなんだろう、そういう絵を集めきれへんかったから言って、よくのクリエイターさんの使うっていうのはお門違いですよね。メーカーさんがサンプル画像として提供されてるんですね。そのメーカーさん分かりますか。メーカーさんに俺直接話します。
うちの家計をなめんなよって感じだね。どこのメーカーか知らんけど、丸っぽいのはね、まあたまたまなんていうんですか、まあでもメーカーが悪いとは言え、それを確認せずに、そこの業者はそれを使ってしまっているんですから、業者の方にも責任はあると思います。好きなんですよね。あまりね、まあ小さいところでしたらあれですけど、これそうですね、前もなんていうんですか、勝手にフリーや思ってたのがその有名な方やったから、ごめんなさい。で、国の、行政、地方自治体の人が使ったんかな。通らないですよね、そんな。はい、もうスポンジだけになったんで、それを切った分ですね。どうしてる？どうしたの？まあまあ、まあ、でしても、まだ食べよりますんでね。多分水分が多いんで、さすがに。
りかは全然食べてますよね。あの僕が買ってきたあのプッチンのあれ、まあ犬猫用のやつなんですけど、ほぼ犬って書いてある。あのなんとか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 じゃわからないでしょうけど、ケーキ。でもこっちの方がよく食べてますよね。はい、誰か食べない？月曜日、木曜日のなんですが、12月から31日が月曜日、3日が木曜日ですので、この31と3日、まあ3日ぐらいはあるかもしれませんけど、31の晩っていうのは、やめます。もしかしたら雑談のライブだけになってまう。なってしまっているかもしれませんけども、とりあえずは、ないです。あの今まで通りのやつはないです。で、3456行って仕事、そんな感じです。年末年始はあのチュールの日にち決まり次第ご連絡いたします。もうあかん、もうそれ恋せなあかんで、もういい、今日はです。まあそれでも半分食べる、食べないか。2個食べたらすごいですよね。まあ全部は食べませんけど、無理やったんですけどね。あれ、これ持ってこすか。